パイロットアカデミーへようこそ。さあ、大空へ一直線。滑走路を助走して離陸しましょう。空中の輪の中を通り抜けたら終了です。まずフラップを離陸にセットします。それで飛び立つために必要な揚力が得られるの。ではスロットルを最大に開いて60ノットに達したら機首を上げてください。ゆっくり上げてね。急激に引き上げると失速して墜落してしまうわ。まずフラップを離陸にセットします。それで飛び立つために必要な揚力が得られるの。ではスロットルを最大に開いて60ノットに達したら機首を上げてください。ゆっくり上げてね。急激に引き上げると失速して墜落してしまうわ。すごいわ。ゆっくりと水平飛行に移行しましょう。前方に輪が見えてきたらその中を通り抜けて終了です。お疲れ様。教習にはさっきのような輪が多用されます。より上手にその中を通り抜けることができればより高得点を得ることができます。旋回の用意はいい？旋回するには片方の翼を下げると下げた方向に旋回できます。早く旋回したいときは旋回中に機首を上げましょう。コツがつかめたらラダーを使ってみましょう。ラダーをうまく使えば機首の向きが微調整できるわよ。 OK。 輪の中を通り抜けるようにまっすぐ飛んでください。左の翼を下げて徐々に機首を引き上げてください。いいわ。管制塔より未確認機へ。君はコースを外れて飛行している。